どうもパフォーマンストレーナーの宗之助です。さあ今回ジミンさんのプー結構話題になってますね。はい、このリアクションのビデオの世界でもみんなリアクトしてるという形でですね、はい、やっぱさすがジミンさんですね。で結構僕もこの数年でまだ皆さんみたいにこう見切れてないし、その過去がどうかっていうの知らないですけど、でも僕ねやっぱり今にあるものは今のものっていう派なんで、これ人は人ですけどね、そのヒストリーも大事なんですけど、 What's going on right now っていう派なんで、そうで結構こういろんなアーティストを見てる中でですね、いろんなこう気づき自分の中のね、いろんなこう変化というか、例えばハイブさん、エナイプンさん、TXT さん、トワスさんね出てきてます。その中でこうなんか見えてきたものが見えてきた、ちょっとなんか気になったことがあったので、ちょっとまた自分の気持ちですからね、シェアしたいと思います。別に悪いことじゃないんで、いきましょう。ジミンさん、Everybody's waiting for you。このビッキーミュージック、なんか懐かしいですね。なんか僕、Permission to Dance、あれも一つの僕のね、このリアクションするようになったきっかけだからね、しかもジミンさんだからね。あのジミンさんのフットプレイス、あれをなんでああいう風な置き方するんだろうから始まってる。これ毎回言っちゃうんだけどね。そうなんですよね。ジミンさんすごく歩き方綺麗でね、ここがねちょっとこう最近気になることでね、何かっていうと、最近僕もあのエナイプンさんとか TXT さん、いろいろさっき言ったように見るじゃないですか。他の男性アーティストもそうなんだけど、まあ、日本人の子たちはまだそうでもないかなっていう感じなんですけど、韓国かな中心に少し思うことがあって、やっぱりねスマホ結構触んのかな今のアーティストの子たちで、移動時間も長かったりするし、なんか凄まじい生活してますよね。本当ね、噛む場したらグワッとやらなきゃいけないし、で何かっていうと、みんな結構似たようなこのスウェーバックっていう姿勢がなんかね加速してる気がするんですよね。スウェーバックってちょっと皆さん調べてもらいたいんですけど、こうね骨盤がね後傾してるわけじゃなくて、ちょっとこう普通の前傾でカウンターで頭前出て股関節伸展してるのはこういう体型なんですよ。そうだからなんかこうみんな構える時のシルエットがこういう感じになるんですよね。こうまっすぐスッとこう構える、もちろんそのあるんかもしれないです、かっこいいかっこ悪い流行りがね。ただねみんなこういう感じなんですよ、うん、スウェーバックにリーンバックのワンサイドっていう感じなんで、あれがその時代的な特徴なのかは分からないですけど、でやっぱジミンさんとか見てるとやっぱ綺麗なんだよね。で多分ね分かんないですけど、やっぱジミンさん体の経験値が結構多いじゃないですか。そのマーシャルアーツとか、まあ、剣道もそうだし、アクロバットもそうだし、あとコンテンポラリー系の動きも過去にたくさんしてるし、こう出てきたヒューマンムーブメントはもう Everything about locomotion と言いますけども、本当そうで、やっぱ人間の動作ってのは全部ね歩行から来ますから、うん、こう T シャツにこう入ってくる体のシルエット綺麗ですよね。いやここにベルトにこう手を置くこのなんかセンスもかっこいいね。うーパイそれ綺麗し、股関節の落とし方綺麗っすね。やっぱりいやダンスだけの見たいね、抜け方綺麗っすね。これ久しぶりだねジミンさん、ここの入り方綺麗だよな。おい結構さ、あのこのパンツラインにこう手を置く人、例えばエナイプンさんのニキ君もそうだし、多分ね JO1 のカーシリレン君とかもそうだし、うん、このベルトに高低添えるいいっすね、かっこいい。おいチェスト柔らかいっすね。おい
やっぱかっこいいっすね、本当に。音速がやっぱ綺麗、かっこいい。おお、あれね、これね、すごく大きいストライドで綺麗なんですよ、やっぱ歩き方も。んで、なんつうのかな、さっき言ってたこういう癖でのこう入り方をよく最近見るようになったから、こうまっすぐ体のバランスがこう動くっていうことがね、動きながらこう入ってくるってなかなか見なくなったんだよね。最近崩しが結構多すぎて、こんなところで僕感動してんだけど、でもね、ほんとそうで、そのナチュラルな動きっていうのがなかなかなんかね、見なくなったんだよね。かっこいいよね。おい。おお。止めがやっぱかっこいいっすね、ジミンさん。やっぱさっきの足の動き一つ一つもそうですけど、ちょっと振動入るぐらいのこう止めがね、ここの絞りとかやっぱかっこいいっすね、やっぱね、ピシってね。ここいいっすね。おい、やっぱターンが綺麗っす、本当に。体の軸の芯の作り方のこのターンはめちゃくちゃ綺麗っすよね、いつも言ってるけど。この遠心力の作り方とか、あとこの急進的にヘッド残ってきて、こっからブワッと分散される腕、これがほんと綺麗っすね。ここか綺麗っすね。ちょっとジャクソンバイブ入ってるね。やっぱ綺麗ですね、配列が。オートキャリブレーション。これちょっとジェラードンの方もいらっしゃると思うけど。ちょっと一つ言えることは、こんなとこでごめんなさい。この話長引かせたくないけど。ジミンさんは絶対ハグのあんなイベントはやらない方がいいね。事件が起きる、マジで。むしろジン君ので、あれで済んでよかったなって思うぐらいよ、本当に。はい、もうここから話します。やっぱりバランスがやっぱ綺麗っすね。もうアームスの、なんだろうな、腕の走り方のラインとか線が、僕ね、良くなかったと思うのが、やっぱね、こう、自分の好きなアーティスト見始めて、それからね、BTS さんすぐ言われたけど、BTS さん見ちゃったでしょ。やっぱこれに目慣れちゃダメだよね。くぅ。うほほ。わあ、綺麗。おい。かあ、綺麗ですよな、かっこいいですよね。えい。やっぱ、ジミンさんのターンはめちゃくちゃ綺麗ですね。おい。アクセントからターンのキレっていうか絞りっつうのはめちゃくちゃ綺麗っすよ、ほんとね。なんだろう、ハイブさん、こうやっぱこのアーリーナイリーズとかね、レイディエイティーズが好きなのかな。ニュージーンズさんもね、そうだったし。サウンドもちょっとそこのテイスト乗せてますよね。
おお。来た。すっごいな。すっごいお金のかけ方というか、スケールが。おお。かっこいいっすね。運速が綺麗は綺麗ですね。まあこれはね、こう踊りが出てくるとすごく楽しみですね。ジミーさん、こうやって改めて見るとそうですけど、やっぱターンとか一個一個のそのアクセントと絞り方とか、あと体のその力みの落とし方がやっぱ綺麗だし、まあそれはみんなどのアーティストも落とし方とか絞り方って綺麗なんだけど、やっぱ配列が綺麗ですよね。なんかこうまとまった中心線がね。またなんかね、ダンスプラクティス出たら、楽しみにしてます。それでは。